ケイトリンヒルケイトリンヒルは、サイト上ではティーヒル88を名乗る、有名、YouTube ユーザーである、オーストラリアのブリスベンの自宅からビデオを制作し、編集し、アップロードしている、制作したビデオのうち、二つが100万を超える、閲覧数を数えている。視聴予約者は4万以上であり、18歳という、若さながら、彼女のチャンネルは YouTube 発足以来の、 全期間中13番目に位置するほどの視聴予約を維持し続けている。ヒルが YouTube に向けた最初のビデオ投稿は2006年の8月16日で人気連続番組であるロンリーガール15への一ファンとしてのビデオレスポンスだった。翌日、彼女は同じ YouTube の人気コメディアンリチャードスターンへのビデオレスポンスとしてリ・ロンリーガール デイジドークイズベタ残ザンユーをアップロードしたが、これで多くのファンを集め始めた。日刊誌、ジエイジに低級なラップと評されてしまったが、このビデオレスポンスは、YouTube トップページのフィーチャードビデオに取り上げられ、390万回以上の視聴を受けてきた。1年近くもの間 YouTube で相当数の視聴率を維持してきた結果、昼は2007年5月に、 YouTube パートナーの最初の一人となった。この特権的な地位には、プロモーションの機会を得る利点と、広告主からの収益分配をもたらす利点がある。彼女が、YouTube コミュニティに加わろうという気になったのは、ブルック・ブローダックと、女優ジェシカ・ローズが演じる、ロンリー・ガール15・フィフティーンのキャラクター、ブリーに習いたかったからだと、自身で語っている。ヒルは、自身のビデオへの出演に加えて、 レミブロードウェイが制作、演出し、YouTube で公表している連続番組、チューズ・ユア・オンチューブの中に、たびたび役者として登場している。インデペンデント制作のホラービデオ、ザ・ガール・イン・ザ・レッド・ドレスで、レミブロードウェイや、その他の出演者に混じって、無償で、物語の核となる役を演じている。ヒルが見るよう進めている。ヒエーリのウェブサイト、ザ・ダルフール・ウォールは、 彼女の YouTube 上の名声のおかげで2週間の間に何百ものアクセスを得ることになった。2007年の2月昼はカリフォルニアを訪れサンフランシスコで模様された YouTube の集いアズワンに参加した。滞在中に彼女はトム・グリーンによる生中継のウェブ番組トム・グリーンライブにアルヤンコピック、マイク・バレリーと出演した。ありがとうございます。